いやもうみんなで見ちゃう。次誰だ、ね、次誰だ、次持ってるメンバーは誰でしょう。怖いな。私出た出た。来ましたね。泣いちゃうかも。シングル曲ですね。私持ってない女。持ってますか。これは石田愛さんが、はいはい、先生が選んだ曲です。先生、はい、どうもどうも、みんなよろしく。じゃあ泣いちゃうかもについて。はい、私この曲はモーニング娘。に加入する前から聴いてて好きだった曲で、うん、オーディションで歌ったんですよ、この曲を。一人で、そうですよね。それで思い出に残ってるっていうのもありますし、なんか切ない曲なんだけど、なんだろう、そのメンバーの皆さんがミュージックビデオで涙流してる姿とかになんかグッときて、その大人っぽさに惚れたんですよ。なのですごい好きですね。はい、ずっとこの曲好きって、好きって言ってます。じゃあもうかなりね、思い入れもあるわけやな。はい、思い出あります。最近のコンサートとかでも歌わせていただくんですけど、ね、すごい頑張ってます。その当時のように切ない表情でやろうとか、いろいろ考えて一生懸命やってます。わかるな。でもこの曲すごいいいよね。はい、いいです。なんか雨に濡れて、そうなんですよ、ミュージックビデオでなんかみんな雨と涙でなんかぐちゃぐちゃになってそう、でもなんかそれでも強い眼差しみたいな、もう本当にすごいいいんですよ。私の涙、はい、本当の涙です。あポーズ取られてほんまの涙流してまうの、やっぱり出てまう。やっぱ曲に入り込むと泣いちゃうかもじゃなくて泣いちゃいました。泣いちゃいました。じゃあ私もコンサートで涙出るぐらい頑張ります。福ちゃんはちゃんとできた。ちゃんとちょっとまたついていけなくなっちゃった。多分 1,2 回しか出てきてない。今でも3回くらいコメントしたよ。どないしたん、一人ついていけてないの。亀井さんが歌ってるパートのところを狙って送信しました。あ、じゃあそこの亀井さんのパートの高音の出し方、そう、すごいいいですよ。どないした急に。亀井さんのサビの部分の高音の出し方がすごい好きなんですよ。そうなの、そこが合致したのね、二人今。はい、ほんま、そんなに好きな。そうか、それしゃあないわ。いや、分かるよ、言うてるよ、見てる人も。平井さんも分かる、分かる。衣装もジャケットとかでかっこよかったりとか、かっこよかった。みんな網タイツとか履いてて、なるほどね。それがすぐ破けてしまうっていうハプニングもすごいあって。亀井さんだけ、さんだけ網目の大きさ大きいですよね。ありがとうございます。いや、素晴らしい。嬉しいですね、好きな歌について語れるのって。本当にね、ここまで多く語ることがないからね。ないですね。ね、好きな曲言ってても、ちょっと楽しい、うん、楽しい。制限時間のない曲紹介で、しかも自分の好きな曲ってめっちゃいいですよね。全然、ね、まだ自分の好きな曲出てないんですよ。出てないです。でもやっぱりメンバーが選んでる曲って、やっぱり自分の好きな曲多いなと思います、うん、あ、確かにね。やっぱすごいね。誰、新垣さんって叫んでんの誰？え、鳥だ。君かいな。はい。あ、歌ったね。さくらちゃんも叫んだの。私も叫んだ。この夜が来たらのところです。あ、そっか。同じところか。すごい、歌パスも超盛り上がってるね。ね、ここでも。でもコメントも負けてないですね。もうすごいわーって出てる。いやいや、すごいですよ。素晴らしいですね。なんか両方でやるっていいね。すごいですね。これ両方参加してる人もいるんですよね、きっとね。あ、いるかな。はい。かもかもかも。すごいね。え、両方参加してるじゃないですか、これ。まあ私たちもいるよね。でも私たちもコメントの方がやってないから。そう、あ、そうか。すいません、失礼しました。勘違い。さあ、次の曲に行くの？次の曲に行きますか？いよいよ、私かな？さあ、続いての曲は